第3節化学療法抗がん剤ないし性がん剤による治療化学療法とはがん細胞の増殖を抑える薬剤による治療法でこの薬剤を抗がん剤ないし性がん剤と呼びます口から投与される飲み薬と静脈から注射したり腫瘍に直接注射したりして投与する注射薬があります局所療法である 手術療法や放射線療法と異なり、飲み薬や注射薬を使用するので、全身に作用する全身療法です。もともと、殺人兵器である、毒ガスのナイトロジェンマスタードが抗がん剤第1号であり、基本的には、細胞の増殖を抑える細胞障害作用が、薬理作用の本体です。従って、正常細胞も、がん細胞も同程度に障害されます。 一般的な印象からはがん細胞の方が正常細胞より強くたくましい細胞であると考えがちですが科学的に解明されている事実は逆でがん細胞は正常細胞より弱くて壊れやすい細胞なのですこのため細胞障害作用のある薬剤によりがん細胞の方が正常細胞より障害される度合いが大きくがん細胞は 正常細胞より多く障害されて早く死滅しますがん細胞が死滅する程度の量では正常細胞は死滅しませんがある程度は障害されますこの結果抗がん剤や性がん剤の正常細胞に対する障害作用により化学療法を行うときはかなりの頻度で副作用が起こりますこのような副作用の強い薬剤は 抗がん剤以外の薬剤では厚生労働省の認可が下りません抗がん剤の副作用として自覚的には脱毛食欲不振吐き気下痢全身倦怠感などが起こります造血臓器が障害され赤血球が減少して貧血になったり白血球が減少して免疫力が低下し細菌や心筋カビによる感染症にかかりやすくなったり 血小板の減少が起こって出血しやすくなったりする副作用も起こりますその他に間質性肺炎肝障害腎障害神経障害皮膚炎口内炎なども一定の頻度で発生します最近この副作用を軽減させる薬剤が多く開発されていますが特異体質の患者や体力の低下した患者では 副作用が原因で死亡すす。るような場合もあります一般的には副作用が出る胃の量を使わないと効果が出ないことが多く体力のある間に強力な化学療法を行わないと効果はあまり期待できません最近では弱い抗がん剤を少なめの量で長期間投与し腫瘍を無理に縮小させることを目標とせず G の大きさに保っておくことを目標とした投与方法が研究されています。これをがん休眠療法と呼んでいます。白血病や悪性リンパ腫のような血液細胞由来のがんでは、手術や放射線で局所を治療することができないため、化学療法が治療の中心となります。白血病や悪性リンパ腫の治療成績は、 有効な抗がん剤の登場で飛躍的に向上し化学療法で完全に治癒する症例も増加しました白血病や悪性リンパ腫は化学療法が有効で薬剤で治る可能性の高いがんと言えます固形がんでも卵巣がん抗がん悪性腫瘍子宮重毛上皮腫小児がん肺がん乳がん食道がん全部の肉腫などでは一部に化学療法が有効で 延命効果が期待できる場合もありますしかしそれ以外の臓器の固形がんでは化学療法はあまり有効とは言えず実際に使ってみると延命効果は元より高腫瘍効果がん量層をある程度縮小させる効果で完全に消え失せさせるという意味ではないですらはっきりしない場合もありますここで延命効果というのは 抗がん剤を投与した場合に投与しなかった場合に比較して統計学上優位の差をもって生存日数が伸びるという意味で決して完全に治癒するという意味ではありません化学療法でがんの発育が抑制され治癒しているように見える場合でも治癒とは言わず寛解という言葉を使っていますこの言葉は がんが再発してくる可能性があるというニュアンスを含めています。現在使われている抗がん剤は、どれも一定の抗腫瘍効果を持っています。抗腫瘍効果とは、がん病巣を縮小させる効果を言い、抗腫瘍効果のない薬剤は厚生労働省が許可しません。固形がんの化学療法、抗がん剤の効果判定基準には、 総効率という言葉が使われますが総効率とは完全寛解と部分寛解を合わせた割合を言います現在最もよく使われている固形がんの化学療法の効果判定基準は1999年に決定されたリシスト・レスポンス・エヴァリュエーション・クライテリア・イン・ソリッド・チューモーズ基準で それまでに使用されていた WHO ・ワールド・ヘルス・オーガニゼーション基準と比較すると判定基準が緩和されており走行率が高く出るようになりましたリシスト基準では完全寛解とは画像診断で明確に大きさが測定できる腫瘍病変が完全に消失している状態が4週間以上持続した状態と定義されていますまた 部分寛解とは、画像診断で、明確に大きさが測定できる主要病変の長径、一番長いところの輪が30%以上縮小した状態が、4週間持続した状態と定義されています。ですから、現在の固形がん効果判定基準、リシスト基準で完全寛解していると判定されても、画像診断で診断できない病変については評価できませんし。 4週間プラス1日でがんが再発しても完全寛解したと判定されてしまうのでがんが完全に治癒したという状態とは程遠いということをよく知っておくべきですがんが完全寛解ないし部分寛解している状態と判定されても必ずしも患者さんのがんによる不快な自覚症状が改善するとは限りませんまたがんが 完全寛解ないし、部分寛解している状態と判定されても、必ずしも、延命効果、その薬剤を投与した場合、投与しなかった場合に比較して、生存期間が延長する効果があるわけではありません。現在、抗がん剤による延命効果が、臨床試験で明らかに証明されている薬剤はわずかです。つまり、抗がん剤を投与されて、 がんが一時的に縮小し、完全寛解ないし、部分寛解している状態と判定されてもたとしても、抗がん剤を投与されていない患者さんより自覚症状が楽になり、長生きするとは限らないのです。抗がん剤の走行率は、一般的には約30%前後ですが、中には5060%から60という優秀な走行率を持つ薬剤もあります。 がんによる腹水や胸水そして周囲への圧迫症状を一時的に抗がん剤で抑え患者さんの苦痛を軽減することはある程度可能ですが抗がん剤で固形がんを完全治癒させることは多くの場合不可能ですまた意外なことと思われるかもしれませんが抗がん剤の副作用の一つとして発がん性がありますつまり 抗がん剤は場合により発がん剤でもありこのような危険な薬剤はがんの薬以外には許可されません抗がん剤を長期に投与していると抗がん剤により新たに別の場所にがんが発生することがありこれを二次発がんと言います全身へ転移したがんで手術療法も放射線療法も適応のないときは 積極的にできる治療法としては化学療法しかないため効果は疑問でもやってみようかという程度の発想で投与されることが多いようです手術療法や放射線療法の後にがんの再発予防のための補助療法として抗がん剤が使われる場合も多いのですが統計的に判定した結果では乳がんや大腸がんなどの一部を除いてその効果は不明で はっきり有効であるという結論は出ない場合が多いようです。数に代表的な抗がん剤の化学構造式を示します。フルオロウラシルは商品名で 5FU、パクリタキセルは商品名でタキソール、ゲフィチニブは商品名でイレッサです。